はい、本日もですね、コメントの答えしていきます。平泳ぎを練習しています。教えていただいたのは目線です。真下を見れば、良いのでしょうか。あとキックの時に足が上がるどころか下がってしまいます。バランスが悪いのでしょうか。キックの時に膝は広げますかというコメントなんですが、まず目線からですね。目線は真下を見れば良いですかっていうところなんですが、もちろんこの目線しっかりと下を見てください。まあ、あと、伸ばした時にですね、手を前に伸ばすから目線が下に来るだけであって、ただ手が伸びてないで一生懸命下見ても体重は前に乗りませんので、しっかりとストリームラインの形を気をつけてください。そして、キックの時にですね、足が上がるところが下がってしまいますというところで、まあ、バランスが悪いでしょうかということなんですが、これはですね、キックを斜め下に蹴ってないから下がっていくと思うんですよ。そのまっすぐ蹴ってたとしたら、その時に伸びていったらどんどん足が下がってきますから、これは斜め下に蹴るので伸びていきながら足が下がってこう上がってくるんであって、まっすぐ蹴ってしまうとそのまま体の位置を高い位置でキープするっていうのはまず不可能なので、斜め下に蹴りながら徐々に体が伸びていきながら足がスーッとこう上がっていく感じ、この形はですね、バサロマスター使ったりとか、スイムのところで動画配信でしてますので、一度確認してもらって、この蹴り出しのところってですね、しっかりとやってもらえたらいいかなと思います。そしてもう一度最後ですね、キックの時に、膝は広げますかというところなんですけども、最初からこう膝を広げないように、最初はできるだけ膝が閉じてた方がいいと思います。そこからこう蹴る時は多少広がっていいと思いますので、確認してもらえたらいいかなと思います。で、まあ、この中で、キックに関することがちょっと多いと思いますので、まあ、バサロマスターを使うと本当にこう自然の形、膝の位置とかも自分に合った形が作れますので、ぜひですね、先ほど、言ったようにこの足の位置っていうのはすごく大事になってきますので、そのところでタイミングを合わせるためにも、しっかりとその目線のところをですね、ちゃんと確認するためにも、しっかりと、斜め下に蹴ることとかっていうのをイメージだけでやってしまうと、わからないと思うので、道具を使ってうまく道具にこう誘導されるようなイメージで、トレーニングされた方が泳ぎは崩しにくいと思いますので、ぜひやってみてください。